今日は特殊詐欺を2分間で実演してみたいと思います。いくわよ。さあ本日ご紹介するのは特殊詐欺。今ね全国的にめちゃくちゃ詐欺が多いんですけど、なんと全国の被害額300億円、もう被害大きまくりです。でしかもこれ長野県警ではなんですけど、この特殊詐欺およそ 97% がこれなんです。固定電話からその詐欺が行われているそうなんですね。これなんとか防ぎたいです。実は予防方法あるんです。2つあります。1つはもう電話全部留守電にしちゃうことなんです。そうすると相手録音されるの嫌だから、もうすぐもう電話切っちゃうそうです。これだけでほとんど防げるんですけど、残念ながらやっぱり普通に受けたい電話だってあるじゃないですか。その時に予防になるのが実はこれなんです。一見普通の電話に見えるんですけど、ちょっと見てくださいカメラさん。これ迷惑防止機能っていうのがついてるんですね。これをポンと押すだけで普通の電話じゃなくなるんです。どういうことなのか、すごく単純なんですけど、まずこれ僕が詐欺の犯人だとしたら、これ録音してますよって言ってくれるんですね。でうわーって、これだけでほとんどの犯人電話切っちゃうんです。不効果なんです。でもちろんその後犯人じゃない人はかけ続けることもできるんですけど、その後一応この出る側にとってもこれはあの詐欺の可能性ありますよってちゃんと言ってってくれるわけなんですね。それだけで予防効果がある、もう本当に防ぐ効果が高いわけなんです。これをおじいちゃんおばあちゃんにぜひねプレゼントしていただきたいんです。ご両親へのプレゼントしていただきたい。 97% がこういう固定電話をもらってる、それを防ぐことができるのがこの電話の留守電防止機能なんですね。でこれ特殊詐欺って言ったんですけど、実はなんですけど長野県では呼び方をちょっと変えました。もっと分かりやすく電話でお金詐欺で、こういう名前にすることによって皆さん のそういう詐欺から守っていただきたい、防いでいただきたいわけなんですね。だってこれですからね、300億円、これどこに行ってるのかっていうと、当たり前ですけど全部反社会的勢力に流れてる。そのお金をこの電話をちょっと工夫していただくだけで防ぐことができますので、一度皆さんご検討していただきたいと思います。電話でお金詐欺気をつけてください。これ本当におすすめです。